バルバンは北インドの奴隷王朝第九代スルタン。中力系遊牧民の出身で、父母は共に不明。青年に関しては、トゥグルク朝の宮廷シアであるジアーウッディーン・バラニーのことによると、晩年のバルバンは80歳を超えていたとしているので、1210年代初め頃ではないかと推測される。若い頃に、モンゴルの侵攻によって捕らえられて、マムルークとなり、 1232年に、奴隷王朝の当時のスルターンであったイルトゥトゥミッシュに、宮廷奴隷として仕えた。このイルトゥミッシュの時代に、ハーンに任命されているトゥトゥミッシュを月の40人の、奴隷の一人であった。だが、当時は、飲酒や賭博に不けって、週に2、3回は宴会を催していたという。1236年のイルトゥミッシュの死後、その後継者らは政権を貴族に奪われて、 実験を持たたなかったバルバンは、イルトゥトゥミシュ家の歴代スルターンの下で次第に頭角を、表し、イルトゥミシュの子で、第8代スルターンのナーシルティン・マフムードシャーの時代には、摂政として中枢を掌握し、1249年には娘をナーシルティンに嫁がせて、イルトゥミシュ家と隕石関係を結び、ナーシルティンから、ウルグハーン・アーザムの称号を与えられて、 国軍の指揮官に任じられ、トゥルク系貴族の第一人者として、政権を自由にする立場にまで上り詰めた。だがナーシルティーンと次第に対立。1253年には解任されて治療に、追放された。だが1254年、ナーシルティーンが、バルバンが用いていた、トルコ人に変えてヒトルコ系の人材を徴用すると、トルコ系士官らがナーシルティーンに反発。 彼らは軍を率いて、デリーを包囲し、バルバンの中枢復帰を求めた。この時、バルバンは、ナーシルーティーンに王族を象徴する白い日傘を、はじめとする王の持ち物を渡すように要求。これらをすべて奪い取った。ある時、日傘を使用すると、子産の貴族が嫌味な言葉を口にしたのでバルバンは、この貴族をすぐに殺害したという。そして1266年には苦月であった。 ナーシルーティーンを独殺して自らスルターンに即位した。奴隷王朝で三つ目の王党となるバルバン家の支配を開始したバルバンであるが、即位後はスルターンの権威向上のために厳格な政治を断行した。知人であろうと見知らぬ人であろうと親しく接することはなく冗談を言うことも許さなかった。笑うこともなく、また大声で笑うことも許さなかった。また、 領土全体にスパイ網を整備して、密告を奨励式族の弱体化を図り、スルターン権力の申請化、一族の優遇などを通して、スルターン権力を強化した。中でもラージプートにおける正徳シャトリアとして、社会的地位を求めていた、メオ族に対しては二度にわたって、軍を送り、殺害するという残虐さだったという。 デリーから東方170キロのカテヘルで暴動が起こった際には男は全員殺せと命令しバラニーの記録では暴徒たちの血は川となって流れどの村にもどの密林にも斬殺された死体が山と積まれたその死臭はガンジス川まで漂うほどだったとあるこうして自身の独裁権力の構築に邁進した1271年には いとこで、モンゴル帝国勢力の侵略を防衛していた、名将であったシェール・ハーンと対立。彼を独殺した。1280年代初めにバルバンが寵愛していた、ベンガル総督で奴隷のトゥグリルが、モンゴル対策に傾注していた、バルバンの隙をついて、反乱を起こして、スルタンを自称し、独自の効果を鋳造し、金曜礼拝で、自分の名前を唱えさせた。 バルバンは二度鎮圧軍を送ったが撃退され、自ら指揮を取って、トゥグリルを殺害して、反乱を鎮圧。反乱に加担した者やトゥグリルに仕えたことがわずかでも、あるものをすべて公死刑に処した。当時、中央アジアには、チンギスハーンの次男であるチャガタイをとする、チャガタイ半国とチンギスの孫にあたるフレグをとする、イルハン長が勢力を張り、インド方面に、 たびたび侵略をかけていた。バルバンは即位前の1257年にチャガ大半国の軍にムルターンが包囲されたため、軍を率いてモンゴルと戦い、これをホラーサーンにまで追い返した。以後もいとこのシェールハーンの活躍などでたびたびモンゴル軍の侵略を撃退した。1285年にイルハン朝のある軍はガズナからパンジャーブに軍を侵攻させた。 この戦いで、防衛軍の指揮下にあった長男のムハンマドが戦死し、バルバンは期待していた後継者を失って、大きな心痛を受けた。それから2年後の1287年、またも、ある軍の軍がパンジャーブに侵入して、ラーホールを略奪した。このような中で80歳を超えていた、バルバンはついに病に倒れ、死の3日前におもだった進化を呼び集めて、後継者は、 長男のムハンマドの子であるカイホスローにするように遺言して死去した。バラニーはバルバンの恐怖政治について国政の問題に精通した男だった。彼はマリクからハーンとなり、ハーンから王まで上り詰めた。王位につくと、そこに新しい輝きを与え、諸官庁に秩序をもたらし、効力が衰えたり、なし崩しになったりしていた制度を元に戻した。 かくして、政権の権威は復活し、王の厳しい規則と断固たる決断によって、身分の高い者も低い者も、領内のあらゆる人々が、バルバンの支配に従うようになったと称賛している。また、バルバンは公明正大で即位した後は禁じられた、楽しみを耽溺することもなかったという。バルバンの独裁的な政治は、イルトミシュ家の脆弱な歴代スルターンの下で、 君主は、貴族の第一人者であるとの認識を持つに至っていた、貴族たちの不満を蓄積させており、さらにその下からは従来は、貴族の枠から外れていた、根結の部族や、非、トゥルク経営の軍人たちが台頭していた。また重臣らは、バルバンの遺言を無視して、ムハンマドの弟であるフグラハーンの子で20歳前後で、あった孫のカイクバードを即位させた。すると、 たちまち反動が起こり、またカイクバードの粛清もあって、反乱と内紛が続発し、その死から3年後の1290年に、カイクバードは虐殺されて、奴隷王朝は、ハルジー朝にとって変わられて滅びた。バルバンは、長男で有能なムハンマドを溺愛していた。そのためムハンマドに、自らの経験をもとにした、訓戒状を送るなどして、後継者としての経験を積ませていた。 だがムハンマドがモンゴルとの戦争で戦死したため、バルバンは、その心痛で病となり、結果的に後継者を欠くことになって、王朝の滅亡までにつながった。ちなみに訓戒状の内容は贅沢にふけることの禁止、王の器量と野心、能力ある者を側近にすることなどを命じている。ありがとうございます。